まずは極限状態について、ざっくりと解説していきたいと思います。極限状態は、モンスターの状態の一つで、海竜亜目のモンスターが司る、恐竜の力を克服するというイレギュラーを起こし、逆にそれを己の力としてしまった恐るべき状態なんだ。イレギュラーで起きてしまった、恐ろしい状態なんだね。名前からして強そうだよ。全シリーズ通しても、類を見ない、圧倒的すぎる防御能力を持っていて、罠を完全無効化して、触れただけで破壊。属性攻撃、状態異常攻撃完全無効。スタン、元気攻撃無効化など、超大型モンスターすらも超えた、超絶的な耐性を有します。さすが極限というだけある。さらにそれ以上に、極限状態モンスターを厄介たらしめているのは、強制弾かれ部位なのです。まだ強い要素あるの。その強制弾かれ部位って何？武器の切れ味に関係なく当たった攻撃を弾き、受けるダメージを8割減、弾ダメージを完全無効化し、さらに弾き返し発生、などなど防御面が異次元なのです。モンスターを紹介する前から、とんでもなく強いことが強烈に分かったよ。それでは早速、極限化モンスターを見ていきましょう。まず最初に紹介するのは、先人竜、セルレギオスです。大量の鋭い鱗を飛ばす攻撃をしてくるモンスターだね。実は、ストーリーで極限状態が初めて確認されたモンスターがこいつで、でも極限化するのって珍しいんだよね。どうして見つかったのかな。極限状態になった、たったの1個体が、他のセルレギオスに見境なく攻撃を仕掛け、追い払ってしまったことで、狩り場にも乱入するようになって目撃されました。確かにそれだけ暴れてたら、発見されるのも時間の問題だよ。そして、極限状態のモンスターは、固有種と並ぶ力を手にしますが、精神は恐竜ウイルスに支配された状態なため、強制的に暴走してしまうのです。だからそんなに凶暴なんだね。もう松ぼっくりとは呼ばせない強さでしょ？そりゃあもうね、通常個体の最大金冠より、さらに巨大。攻撃範囲も広くなっているだけでなく、ウイルスの影響で行動速度には緩急がつき、フレーム回避の難易度も高くなっているんだ。設定上だけでなく、メタ的な強化もされていたとは。そして、強制弾かれ部位は、首、背中、前足、翼、尻尾の付け根で、ジャンプ攻撃に強くなっていて、ノリが狙いにくくなっていますが、狙いやすく柔らかい後ろ足は、硬化していないのです。ということは、後ろ足を狙えばいいってことだね。私の太刀で切り刻んであげるよ。それが、体剣や太刀など振りの大きな武器種は、後ろ足を攻撃中に翼に判定を吸われてしまい、低体カウンターを受けることも多いですから、要注意ですね。しかも通常個体と違って、一度攻撃を受けただけで、劣勝状態になってしまう攻撃も増えています。もうチート級だ。極限化モンスター自体、頭がおかしいと言われるほど鬼強化されているからね。一気に倒せる気がしなくなったよ。極限化セルレギオスの場合、攻撃するたびにダメージを受ける劣勝状態と、攻撃しなければ解除できない恐竜症を、併発させてくる厄介な相手ですから、一筋縄ではいきません。何か勝つ望みはないのか。亜種、希少種、特殊個体がいないため、新しい行動が取り入れられていないのが唯一の弱点ですかね。それって弱点っていうのかな。次に紹介するのは、金獅子、ラージャンです。ラージャンは通常個体ですら、攻撃的すぎて倒すのが難しいのに、極限化したらどうなっちゃうの。元の肉質が柔らかいだけに効果の影響が非常に大きく、ラージャンの異常な攻撃性もあって、かなりの難敵ですね。ただでさえ倒すのが困難なのに、それ以上強くなったら倒せないよ。そんなラージャンの強制弾かれ部位は、後ろ足のみです。あれ？そうなの？ただ、陶器効果によって、前足も紫ゲージですら弾かれる強度なので、実質、心眼なしで攻撃が通るのは、頭部、尻尾、胴だけ。そうだった、全身カッチカチやん。普通なら狙いやすい後ろ足が、極限化によって硬化している上、腹や尻尾を狙っても、足に吸われることも多くて、ラージャンに慣れている人こそやりにくい、いやらしい仕様になっています。ラージャンの苦手を克服した後、極限化ラージャンにもなれないとなのか。接近しただけでボコボコにされそうだよ。そんな近接武器ハンターにおすすめなのが、心眼スキルですね。どうして心眼スキルがおすすめなの？がっつり説明すると長くなるので省略しますが、単に陶器効果対策としてだけでなく、極限状態による効果対象でない部位を攻撃するためのスキルとして有効なのです。接近武器を使う私にとっては、良いスキルだね。そんな極限化ラージャンには、新モーションの前代未聞の大技があります。どんな技か気になるよ。高速攻撃を失敗した時に地面に手を突っ込んで、周囲の岩盤そのものを持ち上げ、そのままジャンプして前方にぶん投げる技です。さすがラージャンとしか言いようがないけど、恐ろしすぎるパワーだね。初見では冗談抜きで地盤がひっくり返ったか、とすら錯覚しかねません。さすがはラージャンの極限状態。
続いて紹介するのは、ライロウユウ・ジンオウガです。モンスターハンターポータブルサードのメインモンスターだね。極限化したジンオウガは、もともとの俊敏性に加えて、肉質での防御面を克服していますから、かなり凶悪なモンスターになっていますよ。でもジンオウガって、隙が多いモンスターだよね。確かに、最初の状態であれば、蓄電が大きな隙となるので、交流石、進撃を使い、一気に畳みかけることで、比較的楽に、極限状態を解除することができます。じゃあ割と簡単な部類なのかな？私でも倒せるかも。ここまで聞いたらそうかもしれませんが、極限状態のまま、超帯電状態へ移行されてしまった場合、緩急の激しい連続攻撃と威嚇行動の激減、低速で長時間ハンターを追尾し続ける、大雷光中弾をばらまき、雷属性やられによる気絶と羽目を頻発させる、極限状態モンスターの中でも、屈指の難敵へと変貌します。確かに想像するだけで強そうだし、ハメ殺しにされるのは容易に考えつくよ。しかも、強制弾かれ部位は、よりにもよって柔らかい頭と狙いやすい後ろ足。さらに、他の部位は恐竜化の影響による全身の肉質マイナス5が厄介で、狙いやすい胴、前足、尻尾が通常状態の時は、紫でも弾かれかねないほど硬くなっています。最初に淡い期待をした自分がバカだった。超帯電状態になれば柔らかくはなりますが、攻撃が激化し、隙が少なくなってしまいますから、結局対処が難しく、強敵であることは間違いないんですよ。どうにか通常時にダメージを入れるしかないね。おまけに、テオテスカトルのように、一人のハンターを攻撃し続ける、という習性を持っているので、標的にされたらもうおしまいです。そんなの手がつけられないよ。次に紹介するのは、凶暴竜イビルジョーです。捕獲クエストで何度、対象のモンスターをむさぼり食われたことか。極限化したイビルジョーは、四股踏みで地面を隆起させて、離れた位置のハンターにも攻撃できる、遠距離技を習得したほか、怒り食らうイビルジョーの一部行動も身につけていて、手が速い噛みつき攻撃を必要なまでに連発して、当たれば即拘束されてしまいます。わかってはいたけど、元が強いから強敵そうだね。そんな極限状態のイビルジョーで、最も恐ろしいのは体力。確かにイビルジョーはもともとタフだよね。さらに強制弾かれ部位が、頭から尻尾の半分までと広い範囲になっており、弱点の頭部と胸部が硬化していることから、安定して狙えるのは後ろ足のみ。その影響で弱点部位が存在しないので、45分以上戦い続けて、瀕死にすら持っていけない、なんてこともザラにあるんだ。ソロでやったら絶対きついやつだ。そんな極限化イビルジョーが特に猛威を振るっていたのが、配信クエストの、食欲の極限。このクエストでは、狩猟地が原生林であったことで、極限状態のイビルジョーの真っ黒の体色と背景が同化し、ベテランでも被弾することがありましたからね。何から何まで厄介なモンスターだよ。次に紹介するのは、豪遊、ギガレックスです。どのタイミングでも攻撃するのが怖くなるほどの、豊富な攻撃パターンを持つモンスターだね。極限化したギガレックスは、足と希少種の行動が取り入れられていて、原種でありながら大方向を使用してきます。連続大方向や全身軸合わせ大方向は本当に嫌なんだよ。いや、大方向のパターンは、後方に身を引いて一回だけ放つもののみですね。あれ、意外にも優しい極限化かな。ラージャンの超巨大岩のような既存のモーションを発展させた強化の類も追加されず、弱点の頭も硬化されていないので、極限化モンスターの中では比較的マイルド。極限化モンスターの中ではセルレギオスと並んで、比較的戦いやすいモンスターになっています。一安心です。しかし、これはパーティー戦の話で、ソロだと難易度が激変。え？防御力650程度では、2、3発で撃沈する上、魚体で速度が安定しない突進をかいくぐって、頭に当てる腕がなければ、簡単には制することはできません。話が違うじゃないの。そして、頭の肉質はそのまんまですが、首、前足に尻尾の付け根、腰のあたりに後ろ足の後ろ側と、強制弾かれ部位は多方面にわたり、逆に頭以外はほぼほぼ強制弾かれ部位じゃない。常に頭狙いができるハンターなら、あまり問題はないものの、後ろ足を攻撃してダウンを狙いに行く立ち回りをしていた人には、きつくなっています。まさに私のことなんですけど、また倒せない気がしてきたよ。続いて紹介するのは、角竜ディアブロスです。砂漠の暴君の異名を持つ、ディアブロスも極限状態になるんだね。極限化ディアブロスも、亜種の攻撃モーションである角電プシーや地中飛び出しなどは、当然網羅されていますね。まあ分かってはいたけど、かなり厄介そうだ。しかも、禁煙種である、一角竜モノブロスの2連続ヘッドバットや、モノブロス亜種の U ターン突進なども繰り出します。角竜系飛竜の集大成。突き上げや突進など、大ダメージの攻撃手段が多く危険ですが、
他の極限化モンスターと違って、遠距離攻撃を持たないため、シンプルで戦いやすい一面もありますよ。それは嬉しいポイントだね。ただその分、極限化ディアブロスは、他の極限化モンスターと異なっていて、アイテムが効果を示さないという面で、非常に厄介になっているのです。え？どういうこと？実は極限状態のモンスターには、モーションが強化されていたり、強制的に攻撃が弾かれる、強制弾かれ部位があるだけでなく、罠や音爆弾、閃光玉といった、狩りを有利にするアイテムが効かないという、鬼畜仕様があり、ディアブロスとの相性が最悪だったんだ。つまり、閃光玉や音爆弾は効かないのか。極限個体強すぎるでしょ。なので、ディアブロス戦といえばの、音爆弾、閃光玉のコンボも使えず、攻撃チャンスを作りづらいので、火力不足に陥りがちで、さらに、極限化ディアブロスとは、段差と傾斜が多いエリアでの戦いを強いられるので、他の極限モンスターの弾き部位とは別の方面で難敵になるモンスターです。やっぱり安定的な頭のおかしさでした。次に紹介するのは、鎧竜グラディモスです。バサルモスの生態だよね。めちゃくちゃ硬いから厄介なモンスターだったよ。確かに、もともとかなり肉質の硬いモンスターですが、極限化によってさらに硬くなりましたよ。あれ以上硬くなるのはやめてほしいね。当然のごとく、亜種の比ではないほどカッチカチですからね。本当に厄介そうだ。どんな攻撃をしてくるのか知りたいよ。亜種の技を獲得したティガレックスと同様に、タメ熱戦や振り向き熱戦を使い、亜種同様歩きながらの熱戦の際に、ガスの噴出も行います。まあ予想してたけど、それくらいはやってくるよね。そして、強制弾かれ部位は頭、翼、尻尾の根元付近で、リーチが長い武器との相性は最悪。むやみに攻撃しようものなら、翼やら頭やらに攻撃を吸われ、漏れなく弾かれて消し済みにされるのがオチですね。どうやって倒せばいいんだ？狙いやすい足は硬化しないので、水属性の武器を担いで、交流石、属撃を使うか。相変わらず相性は良さそうな、ガンナーで行くのが無難ですね。ちなみにイベントクエスト、究極の甲冑に登場する個体は極小個体確定で、硬化していない足が非常に狙いづらくなっているため、物好きな方は腕試ししてみてはいかがでしょうか？これぞまさに鎧竜だ。最後に紹介するのは、スイダ竜、ガララージャラーシュです。他の極限化モンスターは通常種だったけど、アシュが極限化って珍しいのかな？アシュが極限化しているのは、ガララージャラーシュだけですね。極限化するモンスターの中では、一番異質な存在かもしれません。これは厄介そうな匂いがするよ。それで強さはどうなの？もちろん強いです。やっぱそうだよね。ですが、他の極限化するモンスターの危険度が、軒並み5以上なのに対して、ガララージャラーシュのみ危険度は4だったり、クエストの報酬金も15,600ゼニーと、他の極限モンスターより安くなっているんだ。あれ？他の極限化モンスターよりも劣るってことなのかな？危険度だけ見れば、他の極限化モンスターよりも劣るとはいえ、もともと硬かった肉質が、極限化でさらに強固になっていて、多用する移動に共有効果が付与されるのが、非常に厄介ですね。うわ、ちゃんと強くなってるよ。しかもかなり嫌な強化だね。体をくねらせて移動するたびに、共有化ゾーンが配置され、共有ウイルスに感染する頻度が高まるのも、かなりストレスですしね。攻撃しなきゃいけないのに、隙がかなり少ないから、スーパーアーマーでゴリ押ししていると、あっという間に共有症を発症してしまうよ。さらに剣士の場合、もともと少なかった攻撃チャンスが、さらに少なくなっていて、攻めあぐねて交流石を切り出すと、狙いにくい尻尾ぐらいしか、攻撃できなくなるため、長期戦を余儀なくされます。メンタル攻撃も欠かさない、鬼畜モンスの鏡だよ。まあ、強制弾かれ部位ではない部位が、頭部と尻尾両方の撥水口、前足、後ろ足で、全部位は硬くなっていないので、普段通りの戦い方が通用する点は、他のモンスターに比べて優しいですね。それでも強力なモンスターなのは変わらないよね。極限化モンスターはどいつも恐ろしすぎるよ。そんな感じでこのチャンネルでは、モンスターハンターに登場する、様々なモンスターの生態の解説や、いろいろなランキングを発表しているので、ハンター諸君は、チャンネル登録、コメントで、応援してくれると嬉しいぞ。では最後までご視聴いただきありがとうございました。